はい、できました。今日のあっちゃんちの晩ご飯は鶏のそぼろ、卵そぼろで大根と人参のサラダ、里芋とわかめとお麩の薄いお味噌汁で、玉ねぎのお漬物、玄米でいただきましょう。ではいただきます。量なんか しんどいっつって後から食べる、一応予想的だけどね。では食べましょう。いただきます。今日は疲れたーって、いろんなことしたら疲れるね、お仕事はね。あっちゃんの YouTube のお仕事も疲れるからね。三色そぼろ風、そぼろとなめたけ。いきますか。そぼろ美味しい。間違いないわ。卵も間違いない。いつも同じ。なめたけが茶色すぎて実質にそぼろ。なめたけが茶色から二色。これのせいで二色。なめたけも美味しい。間違いないわ。サラダもこれ美味しいね。間違いない。サラダ微妙、めっちゃ美味いわ。ドレッシングが美味しいね。ご飯が進むよ。玉ねぎ美味しい。髪の毛が玉ねぎの毛だ。間違いないな。美味しいね。鶏そぼろ美味しいな。酒間違いでね。焼酎入れてもね。焼酎の旨味がすごい美味しい。芋焼酎、黒木に。しわん。うまい。今日鶏ももでね、焼き鳥船も来るかもしれないけど、鶏ももなんか500しかなかったね。で、近かった。鶏もも、明日使ったりしない。明日でもね。
家製のえのきはいっぱい食べられるしね。味付けも好きにできる、酸っぱくもできるし甘くもできるししょっぱくもできるしね、好きな味につけられるし。えのきって安いだけで1袋80円ぐらい、60円あるしね。添加物なし、うん、おいしい。大根サラダもおいしいしね、シャキシャキで。地鶏のミンチ、平飼い卵、うん、体にええタンパク質、良質なタンパク質、これに、ね、根菜、人参と大根の根菜サラダに、ごまや、これしまん、そうね、これくらいいくぞ。初めてやってんけど、なかなか面白いんだけど、目が回るのよ、やっぱり一人称視点やから、すごい目線が動いてね、酔うっていうか目が痛くなってきた。疲れたから寝とってんだから、何枚ん、何起こしてる、味濃いく？え、何？あ、もう食べてみて、まだ作れるから、卵いっぱいあるから。鶏はもうこれで終わり。ん？おかわり？卵が3個しかな、あの計量カップに入らへんね、4個入れたら溢れんね、3個しかいっぺんに作られへんから、まあ、大きい方のワンツコでもいいねんけどな。でもあと、あと6個ぐらいしか卵ないけど、絶好的だな。明日は日曜日か、明後日行こう。日曜日は出かけたら疲れる、うん。幸せよ、うん、舐めたけね、増粘剤で固めてね、じゃあのあっちゃんの片栗粉で固めてるから全然ね、うん。
添加物使ってない。うん、なん、安いからかな、なんか国からの指定なんか知らんけど、妙に添加物使うよね、この世の中。前に YouTube も添加物の話もなんかなのかな、うん、かまかよってな、刺してね、添加物とか、まあ、いろんな言論として入るってことは言っちゃまずいことだよってことは気づこうね。まあ、も全く添加物を使わずにね、美味しいものだって作るね、簡単に。自撮りのね、そぼろなんか、酒、みりん、醤油だけね、あとも甘み、砂糖はあんまりだから蜂蜜入れてね、ちょっと甘み入れへんけど、みりんちょっと多めにしたら甘み出るしね。良質なタンパク質を取ることが体に行くの。低カロリーじゃなくて高タンパクなものを食べる、これが最高よ。美味しかった。味噌汁。添加物なしね。お味噌汁も鶏そぼろもご飯もにがり入ってる。マグネシウムね、これも体にいいから、このマグネシウムが体に必要なミネラルだからね、それもにがりが大きくなってくれんね。いいでしょ、体に。だから普通に水に入れて飲んでもいいけどね、にがりは。美味しかったな。ごちそうさまでした。今日のあっちゃんちの晩ご飯、鶏そぼろと、自家製鶏そぼろ、自家製なめたけ、あとね、大根のサラダ、いろんなもので食べました。美味しかったです。やっぱこれ添加物ない晩ご飯でいいよね。トリュフビーを使ってる。できるだけね、家で食べるときは添加物を使わない。で、たまに外食もありかなっていうのがあっちゃんの考え方なんで。よかったら、今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよと思ったら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。